ウエストを細くしたい方におすすめな、たったの5回でいいです。プランククラックというのを一緒にやっていきましょう。今回の動画を最後まで見てもらうことで、ウエストを引き締めるには何をしたらいいのか、なぜなかなかウエストが細くならないのかというのが分かってきます。今回も一緒に頑張っていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、ウエストを引き締めるプランククラックというのを一緒に頑張ってやっていきましょう。ウエストを引き締めるためには腹直筋を使うのではなく、お腹の横を使わなければいけません。太っているのにくびれがある方、細いのにくびれがない方いますよね。それはエクササイズによって変わっていきます。通常のクランチやシットアップをしてもですね、腹筋の表面を使うだけですから、横の溝は深くなるかもしれませんけども、縦やウエストには影響がありません。今回のプランククラックはですね、お腹の横をしっかり使いますから、横を使うということは縦溝が入ってくるということです。いろんなお腹のパターンがありますけども、男性はもちろん横に割れている腹筋の方がかっこいいかなと思うかもしれません。ですが女性は横に割れている腹筋よりも縦に溝が入っている腹筋の方がよりスマートに見えて、よりまっすぐ綺麗なお腹に見えます。ですので綺麗なお腹にしたい、ウエストのラインを作りたい、そういった方にはおすすめなエクササイズになります。たったの5回ですので、一緒に頑張ってもらえたらと思います。ではまずやり方を紹介します。プランクをした状態でウエストを使うんですけども、その前にウエストのストレッチをしておいた方がより可動域が広がりますので、まずはストレッチ、横を動かしていきましょう。片方手は頭の後ろです。この状態で真横に体を5回いきましょう。前にも後ろにも行かないようにしっかり真横です。5回です。1、肘を天井を向けます。2、3、お尻が動かないようにこの位置のままです。4、5、反対です。体を倒す、肘を上向けるときにお尻がこっちに行かないようにこの位置のままで1、2、3、4、5、 OK です。これで可動域が広がりました。この状態でプランククラックです。プランクの状態から体を持ち上げて足を横に持ってきます。この足を下に入れる。下、横。反対も一緒です。横に出した足を下、横。肘をついた状態から足を横に上げて、この足をお腹の前、ウエストの横、お腹の前、ウエストの横っていうふうに5回ずつ左右動かしていきます。しっかり息を吐きながら、ふー、吸って。ふー、吸ってっていう感じで1回一呼吸です。これを左右5回ずつ一緒にやっていきましょう。足はしっかり抱えます。もも、胸つける感じです。で、後ろの足は肩幅です。肩の位置は肘の下です。この状態から体を持ち上げて足を横に持ってきて中、横といった感じです。一緒にいきましょう。5回です。いきます。1、2、3、4、5、反対です。1、2、3、4、5。お疲れ様でした。なかなか使わない部分が使えたと思います。足を横に出すことでウエストが使えて、横にある足を内側に持ってくることでお腹の腹筋を横に動かしてます。ですので
プランククラック、いわゆるクラックというのは溝という意味をしているんですけども、お腹の真ん中にね、お腹の筋のラインが入ってきやすくなります。もちろん脂肪で全部隠れている方は見えにくいんですけども、ですが溝が深くなれば深くなるほど多少脂肪があってもですね、影が見えてきますので、ウエストを細くしたい方、お腹の真ん中にライン入れたい方、そういった方は今回のプランククラックを続けてやってみてください。頑張った方、勉強した方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。 SNS もしてますんで、よかったら説明欄からリンクをクリックしてフォローもしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。お疲れでした。